アメリカ連合国海軍。アメリカ連合国海軍は、アメリカ連合国の軍隊における海軍部門。南北戦争において連合国の海軍作戦行動を統括するため、1861年2月21日に、アメリカ連合国議会で可決された法律に基づき、設立された。連合国海軍の主要任務は、外部からの侵入に対して、南部諸州の公安及び、 沿岸海域を保護すること、合衆国と交易する商船を攻撃し、合衆国に経済的打撃を与えること、そして合衆国の海上封鎖を打破し、連合国と欧州諸国との通商ルートを確保することであった。連合国海軍は合衆国海軍と同数の軍艦保有を望んだが、それは叶わなかった。そのため連合国海軍は、 感染の数的不利を技術革新により補おうとし、走行艦、潜水艇、水雷艇、機雷などを積極的に導入した。1861年2月の時点において、連合国海軍はわずか10隻の艦船しか保有しておらず、大砲も合計で15問だけであった。一方、合衆国海軍は90隻もの感染を保有していたが、 実戦に使用できる艦船は14隻だけであった。戦争が進むにつれて、海戦の数も増加し、連合国海軍は、経験を積んでいった。そしてその成長は合衆国海軍にとって、次第に、大きな脅威となっていった。1861年4月20日、バージニア州ポーツマスにある、ゴスポート造船所の支配権を連合国側に、握られることを危惧した、合衆国は、 ゴスポート造船所に残存する艦船を爆破、焼却した。その当時、連合国側には、ゴスポート造船所の他にもう一箇所、フロリダ州ペンサコーラにも、海軍交渉が存在していたが、そこは造船ではなく、補修を主要業務としていた。ゴスポート造船所は破壊されたが、基礎フリゲートなど、一部の艦船は、軽度の被害で済んでいた。 連合国がコスポート造船所を占領した後、連合国大佐、ジョン・マーサー・ブルックは火災で没したメリマックを引き上げ、再利用することを提案した。それに対して連合国海軍長官、スティーブン・マロリーは同艦の上部船体に鉄板を装着して強化し、再び実戦投入することを起都した。その結果、メリマックは装甲艦、バージニアとして回収され、 1862年2月中旬にバージニア州モンロを取りに向けて出港した。1862年3月、バージニアはハンプトンドーズ海戦を戦った。この海戦は装甲艦同士の歴史上最初の戦いとして有名であり、バージニアは合衆国海軍の装甲艦モニターと戦った。この海戦は決着がつかずに終わったが、海戦後は 軍艦の設計や海戦は劇的に変化した。装甲艦は木製の船に対し圧倒的に優勢であり、列強諸国は装甲艦の整備を進めた。1861年2月21日、アメリカ連合国議会は連合国海軍を創設する法律を可決した。同時に連合国海軍省も創設され、海軍長官には、 元合衆国上院議員スティーブン・マロリーが指名された。マロリーは出身地フロリダ州において会社弁護士を経験しており、また合衆国上院議員時代には海軍委員会の委員長も務めていた。マロリーは海軍長官として合衆国との戦争に勝利するため連合国海軍の組織構築に着手した。1862年8月27日。 マロリーは連合国議会の委員会において次の報告を行った。委員会で報告された感染に加えて連合国海軍ではさらにジョージア州の女性から寄贈された総甲法官一席、アラバマ州から提供された総甲昇格官一席を保有していた。連合国政府は自国の感染不足を補う目的で市略船を導入した。 連合国政府は1861年4月17日に大統領令によって死略戦免状の交付を宣言した。これにより多数の民間船舶が合衆国側から見れば海賊行為となる行動に従事したが、その大部分は合衆国海軍によって初期の段階で駆逐された。連合国の歴史において最も有名な軍艦は総交艦バージニアである。 本艦はもともと合衆国海軍の基礎フリゲートであったが合衆国軍がバージニア州から退却する際に爆破され沈没したその後連合国軍によって引き上げられ総交艦、バージニアとして回収されたその後本艦は1862年3月にハンプトンドーズ海戦で合衆国海軍の総交艦、モニターと戦ったこの海戦は 装甲艦同士の歴史上最初の戦いとして有名であり、最終的には決着がつかずに終わったが、開戦後は軍艦の設計や回線は劇的に変化した。装甲艦は木製の船に対し圧倒的に優勢であり、この戦いの後、列強諸国では装甲艦の整備が急速に進められた。その他、連合国の艦船として有名なものは潜水艇。 H.L. ハンリーである。本艇は8人乗りの人力推進潜水艇で、1864年に、サウスカロライナ州チャールストン郊外で同行を、封鎖中の合衆国軍基帆船、フューサトニックを、外装水雷によって、攻撃、撃沈した。これは戦争中に潜水艦が敵船を沈めた、歴史上最初の出来事であった。連合国では、通称破壊を目的とした、 合衆国の商船に対する奇襲も多数行われた。最も有名なものはイギリスで建造されたスループ、アラバマによるもので、大西洋やメキシコ湾において通称破壊活動を行った。アラバマは1864年6月に撃沈されるまでおよそ22ヶ月間にわたって合衆国の感染を悩ませ続けた。南北戦争開戦から1862年の 春までに大佐16人、中佐34人、小佐76人、そして常備兵と海軍兵学校の生徒合わせて111人が合衆国海軍を辞職し、連合国海軍に参加した。新たな将兵の参加により拡張する海軍省に対応するため、連合国議会では1862年4月21日に海軍の人員に関する法律を改正した。 1861年7月20日、連合国政府は海軍幹部を次のように組織した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。